た？元気いいじゃん。やった30あるでしょ。頑張れ。よっしゃいたはい、おめでとう。やっぱりここ選んでよかったな。ね、元気だね。うん。バン飛んでた。ずれた。見んかったらまあいいや。出ちゃいました。はい。また MPS の談笑点ね。はい。はい。はい。どの辺、あ、まあいいか。手前のとこ、ああ、うん、はい、じゃあ写真撮ってはい、じゃあまた優しく返してください。はい、ありがとうございました。はいいいな、しばらく触ってね、魚にいやいやよし、で、どの辺で釣れたって？あの杭より、うん、どうだろう、2メーターぐらい、うん、手前の護岸際。あ、護岸際にほかったら、ね、どんなバイトだった？ドンってきた。あの辺石が入っとるでさ、石は感じ取れた。石は感じ取れた。うん、最初ちょっと引っかかりかけてて、うん、でも明らかに石とは違う感じの。っていうのがあった。ああ、いいな。やっぱここ正解やったね。でしょ？今さ5時なんだけどさ、うん、動いてるやつはさ、もうこんな早くからちゃんと動くなって。動いてるね。だけどさ、あんだけこの間一日粘って出てこなかったでしょ。うん、だからね、ただ魚が回ってきてないだけなんだって、あそこに。食ったね、食ったよ。なんだ、切るか、ちくしょう。これが最初。よし。よし、リンプ。アクションしようと思ったけど、落ちパクやったね。抜き上げれるサイズだけど、一応ネットね。よいしょよいしょ。はい、ハリーシュリンプ3インチのライトグリパンでスナグレス猫です。ちょっと乾いちゃったけど、そこリップラップが入ってるんですけど、まあ落としてすぐアクションしようと思ったらもうほぼ落ちパクでした。ありがとう。はい、じゃあありがとうね、まつちゃん。ありがとう。レギュラーサイズでした。よいしょ。はあ、やっと練習中のね、ハリーシュリンプで釣れた。あ、そっかそっか。うん。なお良かったね。いやでもアクションしようと思ったらさ、うん、コツンってバイトがあって、うん、またギルかなと思ってちょっとほかといたけどグーンと持てたもんでさ、うん、で合わせて、そうか、泳がせる前に、うん、まあ落ちパクあったでなんか嬉しいような半々だけどよかった。でもよかったね。ここさ、リップラップっていって石がたくさん入っとるんだわ、うん、でスポーニングエリアでもあるんだけど、うん、浅いとさ、うん、全然魚入ってこなくて、うん、水がたくさんある時は、うん、満水状態ぐらいの時は割と魚入ってくるもんでさ、で先行者の人がおったもんで、あ、そうか、うん、でちょっとどくの待って、うん、で時間空けてみて、うん、入ったらおった。多分そこでショット入れると引っかかるのはすごい。ああかかった。そう、俺もさっきそれでやられたんだよ。ギルは当たった？ああ。来た。ほら来た。え、ママじゃないの？うん。ラインテンションはしっかりかけてね。え、大きいんじゃないの？ドラが緩いだけ？わかんない。え、40あるんじゃないの？あ、あるんじゃないの？気をつけろよ。いや、わかんねえ。上げてみないとわかんねえな。ないか。あ、ないね。ドラがいるかとか。段差があるとちょっと錯覚するんだよな。うん、でも30あるでしょ絶対。ワームある？またどっかに行った。はい、飛ぶんだよな。はい、立って。またごめんなさい、ワームが飛びました。はい。MPS のダウンショットだよね。はい。潰れるね。今度は。うん。あ、ライトグリパンピンクだね。はい、さっきよりちょっと大きいんじゃない？うん、20、30ちょっとだね。うん。まあでも嬉しいね。よかったね。また後で説明するわ。はい、はい、じゃあ写真撮って。はい、じゃあ優しく返してください。はい、ありがとうございました。はい。で、どこで釣れた？杭の手前、ああ岸折り、うん、で代わりに説明させてもらうと、今西風っぽい風が吹いてて、で多分ベイトフィッシュが西に、ごめんなさい、西から風が吹いて東に水が動いてたんで、で魚の反応がなくなって東に移動しようかなと思ったんですけど、まあ、割とアングラーさんがいたので、まあ、逆に流れを嫌うところを探して、でここ今ちょうど、岬というか少し張り出しているところがあって、でそこのインサイド側にちょうど杭が2本あるところなんですけど、まあ、そこで流れを嫌うやつが待機してるかなと思って試しに入ってみたらやっぱりいました。でそこを MPS のダウンショットでマイクロピッシェイクやね、はい、やってたら釣れましたと。2本目やね、2本目かましてよ。ああ、バッテリー切れだったわ。あんだよ。ちょっと大きめだったね。多分移動してきた直後だったんじゃないかな、魚が。うん、一応逃がすとこもらうわ。はい、じゃあ残念ながらバッテリー切れで取れてなかったけど。ちょっとサイズダウンやね。このヒレとかの形とかも覚えとくといいよ。あ、なるほど。うん、ありがとう。はい。連れてくれて。はい。優しく返します。はい。渡しても言った通りになった。渡しても言った通りになった。いや、次こう行こうとね。で今また風向きが変わったんですけど、さっきこっちに移動してくる前は北風が吹いてたんで、で今度はまたウィンディーサイドということでこっちの護岸際に歩いてきてスーッとしたらまた食ったね。せまた風向きが変わったんだよ。何色やった？緑色？緑色。あ、ウィードシュリンプやね。あれ意外と緑だけどさ、多分グリーン。あ、スモーキークローダットか。この赤と灰色が混ざったような色で釣れたそうです。うん。意外とこのぐらいの水の色やったらさ、うん、ワム見えてるんでしょ。実際のスジエビとかってさ、本当に透明な色しとってさ、そんなやつをちゃんと嗅ぎ分けて視覚で捉えてさ食うからさ、思いのほか人間が思ってるより見えてるんで。車バス勢いは良かったな。でもあれだよ、パターン通りというか、うん、推測通りに来た一歩ですね。はい。はい、MPS のダウンショットでスモーキンベイツ。で今割と南風がかなり吹いてるんで、まあここの護岸ギアが一応南風に下がるような感じになると思ったので、ここに来てみたら早速1本釣ってくれたみたいです。絶好調やん。はい。ありがとう。お中身して。結構ぽっこりしてるよ。ぽっこりしてる。うん。餌いっぱい食べてるね。はい。はい。じゃあ。